全部。うわー、これちょっと、はい、ちょうど4周年にあたるですね、8月2日に配信します。はい、勝った日だ。はい、うん、でどういうイベントかと言いますと、まずはこちらをご覧いただきたいんですけども、はい、はい、こちらです。ちょっと何か映ってますけど、つがいでいる、つがいじゃない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 けど、言い方、言い方、つがいじゃない、浮気、はいはいはい、もうちょっと寄ってみましょうか。ねねさま、ねねがいるのに、はい、分かったかな、大体。いや、ローラ姫っぽくない？はい、その通りございます。見た、はい、ローラ姫がですね、横野さんどうでもいいよ、なんでいるの？このように8月2日以降ですね、記念イベントなんで、はいはい、まあ、大体今のところ3ヶ月ぐらいの、限定で予定してるんですけども、魔法の迷宮にローラ姫が登場いたします、はい、でローラ姫に会うと虹の雫を託されて、うん、竜王を倒してくださいませと、うん、お願いされますので、その虹の雫を使って竜王に挑戦していただきたいと、え、感じです、はい、で、まあ、ちょっとだけ見せますけど、はい、はい、こんな感じです。で、あれ、右下を見ていただくと、はい、勇者レベル30って書いてある。勇者、はい、勇者だ、勇者、格好もね、はいはい、うん、で、麻痺ってるって、麻痺してるよまあそこはちょっと置いといてみて正直そこはね、見なかったことにしましょう、ね、ちょっと負けムードじゃないですか、そう、やばいよこれ、見なかったことにで、これね、行くとどんなレベルのキャラクターであっても、ドラクエ1のレベル30ぐらいの強さのステータスになります。そうだね、マックスレベルだね、そうそう、ワンの時の。ちょっとね、入力する名前によって強さがちょっと変わるから、元はね、元はね、大体これぐらいだろうって当たり前、大体そういう感じになります。なるほど。そうすると名前に優位ついてる。そうですね、なので、その D 級で始めた方のですね、レベル1のキャラでも参加できますので、おー、いいね、ぜひ挑戦してください。カンストしてる人も、始めたばっかりの人も、全く同じ状態で、はい、レベル30。でも迷宮行けるようにしとかないと。そうだね、迷宮は、ね、うん、でなんですけど、これ虹のしずくですけども、8月2日のリリース当日に、冒険者の広場に全員に1個配りますので、1回は行けるようになります。なんで8月2日になったら、あ、ごめんなさい、ちょっとリッキーのマイクが聞こえない、ちょっと小さいっていうコメントがある、少々お待ちください、切れちゃったのかな、どっリッキーちょっと聞こえてる、でほらご飯食べてってありますよ、うん、ご飯食べてないからって言われてるよ、どこまで聞こえてたんだ、あ、やだ、ちょっといいとこだったのに、ちょっと、はい、や、聞こえてない、聞こえてない、やばい、どこまで、あ、聞こえてた、聞こえた、あ、小さかった、麻痺ってるからやり直しますか、麻痺ってるから麻痺までは聞こえてた、聞こえてた、ね、麻痺までレベル30まで聞こえた、うん、名前の話も多分か聞いてたと思う、聞こえてる、あ、俺がでかいでかくなった、いや、リッキー、そんな近くでずっと話したらダメかな、なるほど、ダメ、僕がでかい、井上さんが大きい、少々お待ちくださいね、うん、調整いたしますよ、もしもし、もっと張っていけって、うん、張っていく、うん、名前の話の途中で切れたって、どこ、名前の話、名前の話の途中で切れた、うん、これは聞こえてる、なるほど、俺のマイクあげようか、やかましいわ突っ込んでくれた、聞こえないことないって言ってるから、ちょっと張っていこう、マジでか、張っていこう、張っていこう、張っていく、張っていく、松のマイクくれるって、マジで、急遽、マッツンを生贄に、生贄、逆に僕のマイクはでかいそうですね、あららら、ら、あ、今下げた、はい、大丈夫、はい、これでもうるさいって言われたら僕のこと嫌いなだけですはい、大丈夫かな、みんな聞こえてる、一回ちょっとリッキー、手離して、普通に話してみた方がいいかも、これでどうですか、どうでしょう、聞こえてますか、オッケー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 、はい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 、ああ、大丈夫っぽいかな、お疲れって言われてない、オッケー、オッケー、大丈夫、変わんない、変わらない、変わんない、遠い、まだ遠いね、やっぱリッキーの声がすごい小さいとか、試しに僕の声やってみましょうか、いやいやいや、井上さんはさすがに大丈夫です、いやいや、説明だから、聞いてるだけだから、少々お待ちくださいね、戻った、オッケー、入った、今治った、今ちょっと入った、治った、
大丈夫かな。大丈夫。俺だけマジで。いやだって今こんだけ距離ありますよ。ちょっと喋ってなかったから。マイクの向きが悪いのかなってコメントもありますけど、どうなの。大丈夫かな。そんなことないよ。そんなことないでしょ今のマイク。聞こえてる？俺黙ってるから。いける。大丈夫かな。聞こえ。今 OK。 あ、 OK 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 大丈夫かな。はい。でじゃあちょっと戻すけど、はい、まああの大体レベル30ぐらいの勇者の強さになりますよ。はい。ここからでいいかな。はい。はい。で、なんでもうレベル1の人であってもすぐレベル30の勇者としてあの遊べるので、はい、あのベテランの人も初心者の人も一緒に遊べますと。はい。で、で8月2日のですねリリース当日は冒険者の広場で全員に虹の雫を1つ配ります。はい。なので8月2日になったらぜひ竜王に挑戦しに行ってみてください。はい。で、4人のですね、仲間同士で遊べるようになっております。あ、そうなんですね。はい。で4人勇者になっちゃったこと。そうで、これねドラゴンクエストファンにはですね一度体験していただきたいんですけども、はい、あの人数が足りない場合ですね、はい、サポート仲間としてですね、はい、ザンとあの特別に、あのこちらの方が登場したりもします。ポリーちょっとご本人とまるで違うじゃないですか。当時のこれで堀井さんが若い時こんな感じです。当時の堀井さん、こういう感じなんですよ。こういう感じです。というですね、あの当時の30年前の兜もいらないぐらいの。すごいですね。まあ、という感じであのユーボンと一緒に竜王と戦えるというですね、はい、ファンにとって夢のようなイベントですので、ぜひ8月2日からの3ヶ月間で一度体験してください。はい、はい、というわけでございまして、以上で、バージョン 3.3 後期の情報でございました。はい、日付日付、はい、日付